ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、びっくりしたー。なんだ？ね、この絵何もないの？絶対その絵にも何かあると思ったのに。はいはい、ちょっと待ってね。あんなので開くんや。お金やない。その横にもなんかあるな。何あれ。掃除機の部品じゃない？よねえ。え、違う。違わんか。ダダーン。やった、これでパワーアップ。なんだ。その絵ならさっきから見つけてたよ。あ、ここに、え、ちょっと待って。え、絵の中からお金が引き出せた。何その夢のような。え、もしかしてこれってあれ？絵を本物にする力があるとかそういう。ね、ここにあったお金はなくなったの？てか、あの敵なんかできないな。おー、なんか知らんけど、大金になった。大金になった。ここにもお金落ちてる。オッケーオッケー。あ、待って、消えるー。オッケー。この世界にはアイテムはお金しかないんかな。いや、お金大事やけどね。大事やけどもね。はい、出ます。お金の大事さを再確認したとこで次の場所へ。何？どこに行くの次？こっちの部屋？待って、ここにもルイージの張り紙が。はい、オッケー。自分の張り紙も剥いでお金も回収していく。あ、またここ、あ、ここに戻ってきたんか。あ、え、これを実体化するってこと？マジで？そんなことが。それ過去のなんか歴史上の偉人とか復活できるんやない？何この人？誰？おやまあ。お、誰かと思えばルイージ君ではないか。はて、どうしてこんなところに君がいるのじゃ？いや、そんなことは今はどうでもよいわい。とにかくこいつは大助かりじゃ。さあ、ルイージ君。すぐにわしをこっから連れ出すのじゃ。おいどろ、サメの竹。このホテルは凶暴なお化けだらけなんじゃよ。とっとと逃げるぞね。でもみんなが捕まってるんだよ。なに？君の仲間たちがみんな捕まってしまったらと？おやま。だから自分だけ逃げるわけにはいかないと、そういうことかね。まったく世話の焼けるやつじゃの。君のそういうところは変わっておらんの。すくすく、うい、そうすうさ、サメの竹。仕方がない。気乗りはせんが、この小山博士に考えがある。博士なんや。そいと、うん、そか。ルイジ君、ひとまずわしを車のあるところまで連れて行ってくれんかね。あー、そこに。すくすく、うい。ほれ、君が背負っておるその新型お化けゲーム。わしの車から持ち出したんじゃろ？あ、この人の車？ゲイルベジ。あそこじゃよ。地下の駐車場じゃ。ほれ、とっとと行くとするぞい。行きましょう、行きましょう。どこですかね。あの、場所覚えてない。めっちゃ必死でついてくるやん。うわー、あらゆるところにルイージの写真貼られてるわ。ルイージくんよ。ほれ、あっちを見るがよい。ん？エレベーターを使えば近くまであっという間じゃ。さあさあ、お化けに見つからんうちに急ぐぞい。じゃ、これでやっと使えるわけだね。行こう行こう。お、明るい。綺麗やね。はい。なんじゃこれは。エレベーターボタンがすっかり抜き取られておるではないか。これは一体どういうことじゃ。とにかく今は考えても仕方あるまい。ほれ、地下1階のボタンをポチッと押すのじゃ。ちょうどよくそこだけ空いとるっていう。空いとる。そこだけ残っとるっていう。どういう感じ？都合良すぎや。しかし、わしがさっきまで閉じ込められておった2階には、君の仲間がいた気配ならさっぱりなかったぞい。もっと上の階に連れ去られたのかの。となると、エレベーターボタンがないと困るの。
お、着いた着いた。行くぜ。どこ？ここか？ルイージ、おど。なんかこの辺めっちゃ。ん？何もないのか別に。なんかありそうな感じがしたんやけど、気のせいか。痛い。めっちゃ笑われたんやけど、失礼な。君が先に行ってたら、君がやられてたんだからな。これで、やったー、かき集めれたー。ここかな。お？なんか増えてる。ここのホテルマンですか？ん？おやま。あ、なんか楽屋みたいなとこにあったやつやん。そんな掘り投げるなよ。お客様の荷物でしょ、それ。これがなんかちょっとボスっぽい感じやね、今回。やめてよ。ほら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 。ああ！ほら、人の荷物を勝手に。体力250もあるのか。ちょ、逃げるな逃げるな。よいしょ。あ、いなくなった。いた。おおおおお。危ない、もう。ほら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 、逃げるなって。結構体力あるな。おい。あ、痛い。ちょ、待って待って。あ、ハートが出たぞ。やったー、回復。へい。よいしょ。へい。いい感じに。なんか急激にスピードが速くなったような気が。ん？どこだ？ん？なんかこの辺めっちゃ動きよるぞ。違うのか？お、お。ほいほいよー。あ、ハート。やったー。だいぶ体力減らせてきたんじゃないの？逃げんなよ、おい。どこ行った？ん？そんなところに。ほら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 。重そうだね。痛い。やめて。さて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 。よいしょ。お、やったんじゃない？お尻。その帽子は必要なのね。なに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 、なんか出てきた。なにあれ、ジュース？違う。ジュース？アイス？なにあれ、これなんすか？電池？電球？ネジ？え、な、1と 5？ おう、それはまさしくエレベーターボタンじゃ、あ、そういうこと。まさかお化けが持ち去っておったとは。じゃが2つだけしかないの。他のボタンは別のバッグ持っておるのかの。あ、そうやっていける回を増やしていくってこと。なるほど。まあよい。とにかくわしの車へと向かうとするぞ。面白いものを見せてやるから、ついてくるがよい。ほいほい。単体でも光るんや、あのボタンたち。なるほど、そこそこの、ま、中ボスみたいな、ボスを倒したら、ああやってボタンが増えていって、行ける場所が広がっていくわけやね。何それ。おー、アイドル。いや、
ルンバ的な感じ違う。あの穴の中に。なんかいろいろ調査してきてくれるんやないなになに上でかくなった基地基地ですかここを拠点としてみたいな原因シェルターみたいな感じやないここならお化けが入ってこれないみたいな監視カメラまでついてるすげえイエーイほら安全な場所ってことじゃないここようこそわしのベースラボへこいつはわしの天才的な発明品の一つでの丈夫で安心冷暖房完備の移動式研究室なのだいやーこんなこともあろうかと万が一に備えて持ってきておいてよかったわいそれよりなぜわしがこのホテルにいるのかじゃとそれには深い訳があるのじゃが手短に言うと騙されたのじゃある日このホテルのオーナーを名乗る者から招待状が届いてな世界中の貴重な僕コレクションをわしに譲ってくれるというのじゃこれにはお化け研究家としての血が騒ぎ出してのあお化け研究家なんやこの人なるほどつい誘いに乗ってしまったのじゃがこいつは罠だったのじゃわしは捕まえられ逆にわしの大切なお化けコレクションを奪われてしまったのじゃくぅせっかく君が苦労して捕まえたお化けもいたのにのそれが全部解放されて今戦いよるってこと特にキングテレサはわしのお気に入りのコレクションだったのじゃがあいつもかなんじゃとキングテレサはもう解き放たれてしまったじゃとあのホテルオーナーの集めなんてことをしてくれるのじゃルイージ君こうなったらもう君の活躍に期待するしかないわい。なんとしてでもわしのお化けコレクションを取り返すのじゃ。よし。そうと決まればルイージ君、早速これまでに捕まえたお化けをわしによこすんじゃ。はあ。これでまたちょっとずつそのお化けコレクションを増やしていくってこと。よしよし、この調子でお化けをどんどん捕まえて、またこのベースラボに帰ってくるんじゃ。君が捕まえてきてくれたお化けはギャラリーで見られるようにしておいてやるぞい。ただ、一体一体違うってこと？一体一体ではないんかな、別に。なんじゃね、ルイージ君。一人で勝手に話を進めるのじゃと？ああ、そうじゃった。君の仲間を助けるのが目的じゃったの。すっかり忘れておったわい。忘れるなよ。5本。まあ、とにかく、君はこの怪しげなホテルを探索せねばならんことに変わりはない。よし。そんな君に、まずは、わしの偉大な発明品を一つ授けるとしよう。何？なんだ？名付けて、バーチャルブー。略して、VB じゃ。バーチャルブー、ブーとは。真っ赤な画面がとてもオシャレな最新式のバーチャルリアリティ装置じゃ。これが承認化されたら大ヒット間違いなしだぞ。ふっふっふ。商品化はされてないんや。VB を使えば、わしと一緒に通信することができるんだよ。まあ、あとで君と通信テストでもしてみるとするかの。VB を覗き込むには、プラスを押すのじゃと。君の現在の目的も表示されるから役立てるんじゃ。そして、もう一つ君に渡すものがある。こいつじゃ。ルイージ君よ、このモニターデバイスをまずエレベーターの中に取り付けてきてくれんかね。ガティ。そいつが何なのか詳しい説明はその後でしてやるからのよしでは早速エレベーターへ向かうんじゃよろしくなルイージ君おやまあと話すガイド設定ギャラリーここでほんといろんなことができるんよねマルチプレイタイトル画面に戻るそんなことまでマップホテルを探索へえなんかここでいろいろとできるっぽいこの中にいれば安心っていう場所っぽいね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
ことは今度からまあここを拠点として、でも体力回復みたいなのは別にないっぽいね。それはたびたび現れるハートでするしかないんかな。